皆さんよくやってる、まあ、じゃあ二頭筋の種目でインクラインカールをやってみましょうか、はい、まあ、これもいろんなやり方があるので、何がいいっていうのは特にないんですけど、僕のやってるおすすめのやり方を聞いてください。まずベンチの角度なんですけど、はい、これで今45度ぐらいかですか、はい、最初、はい、45度でやると、はい、結構インクラインカールってストレッチのところのやっぱり重さの乗せ方って大事なので、はい、寝れば寝るほどやっぱりストレッチのところ強く入ってくるんですけど、はい、やっぱり難しくなってくるんですね。あと体がやっぱりちょっと重さ持ってこの伸ばすっていうのは抵抗があるんで、はい、寝かせるほど、はい、なのでちょっと縦気味の方がいいですね最初、はい、これぐらいでいいかなと思います、はいはい、これでやると、ストレッチを安心してっていうか結局倒してストレッチしないと意味がないんで、はい、これで一回ちょっとやってみましょう。でこの時の姿勢すごい大事ですよね、はい、体前に出てこう伸びると、はい、あんまりこうストレッチかからないのである程度ちょっと胸を張って、はい、で肘が体より後ろの状態で、はい、ここでカールしたいですね。であくまでこれってストレッチをさせる種目なんで、はい、あんまりここで収縮を感じないようにした方がいいと思います、はいはい、でここはだから僕はいつも自分でやるときはもう、まあ、いわゆる休みの時間ですね、はい、スクワットで言えば立って、はい、スクワットで言えば立ってる状態ですね、はいはい、でここからスタートです、はい、でと重さ乗せてストレッチかけて、でこの時に例えば角度が急だと多分肘曲げ伸ばそうとしないんですよ。これ伸びちゃうともう戻ってこれないっていう感じになるので、はいはい、なのでやっぱりちょっとこう今これ浅めにしましたけど浅めにして、はい、ちゃんとストレッチがかけれるようにしたいですね。でちょっとだけこう肩甲骨寄せる感じでポジションしてこのままちょっと顎を上げていきます。でぐーっと肘が体より後ろ、今伸びきってますか。はい、伸びてますよね。これ今これ完全に今負荷抜けちゃってるんですよね、はい、喋れるんでね、はい、このちょっと手前ぐらいですかね、はい、このちょっと手前で重さ乗せてここから切り返します、はい、息吸ってちょっと顎上げて胸張ってストレッチかけて伸びきるちょい宣伝でクッと。こういう感じでやってもらうと、はい、非常に多分重さ全然できないですよ、うん、はい、けど、ものすごいこう引きちぎれるような感覚になってくるんで、まあ、それがやっぱり大事ですね、はい、インクラインカールは、はい、でよくジムで見るあるあるが、まずこうして、はい、体を起こしちゃう、はい、これやっぱり重さ上げやすいんですよ、はい、ストレッチ感でもあんまりないですね。はい、あとは、この下のこれやっぱりこうここ抜いちゃうんですよね、うん、伸ばすんですけど、うん、抜いて伸ばしちゃう、これもやっぱりもったいないですよね、はい、なので、やっぱり下に向けて重さを抜かずにしっかりストレッチしていきたいですね、はいはい、あと呼吸もすごい大事だと思います。やっぱりパワーを出す種目ではないのでやっぱりある程度ここから息を吸いながらいう感じですね、はい、ちょっとパワー系の種目だと、こういう使い方しないですね。呼吸はここから吸って、うん、出すんですけど、これだと力は出るんですけど、ストレッチやっぱり重さを乗せるのに時間がかかるので、ね、息が苦しくなってしまうんで、うん、できればちょっと吸いながら下ろしてください、はい、やってあげると、ストレッチ重さ乗りやすいですね、はい、息止めてるよりも吸いながらの方が重さが入りやすい、はい、あとはそうですね、この向きですね、ダンベルのね、やっぱり痛いとねこっち向きにしたいんですよね、
はい、まあ、これもだからやっぱりできるだけ、手のひらが正面向いた状態を作ったまま動かしたいですね。これもここでこっちやっぱりなりやすいんで、はい、この向きのまま上げてあげると非常に二頭に重さが抜けずに常に動作できるって感じですね。まあ、これが基本的な動きですね。はい、何か質問ありますか。重量の設定はどのぐらい、ちゃんとストレッチしてあげれる重さですよね。はい、はい、でやってもらった方がいいかなと思いますね。うん、重いとやっぱりもうね戻ってこれないんで、うん、このそもそもストレッチそもそもしない、うん、肘が曲がってこの辺からもう上げちゃったり、ね、うん、あと体が前に出て迎えに来たって、うん、こうなっちゃうとあまりこのストレッチして、うん、インクラインしてる意味が、うんうん、だったらもうスタンディングかシーテッドでやっても変わんないよっていう、うん、変わるになってしまうので、ね、うん、まあ、その辺だけ気をつけてもらえれば、うん、ちょっと軽めの重さでストレッチ感じる、はい、それから手の向きが変わらないように動作するというのが、はい、大事ですね、まずはね。はい、目標 の、 あのレップ数はどのぐらいが適正でしょうか。別に結構低回数でも反応するんですけど、はい、まあ、あんまり重いと結局フォームが、ね、うん、低回数しかできないということは重さが重いということなんで、はい、まあ、そこは結構なんですか、ね、やり込んだ人はいいんですけど、最初は10回ぐらいしっかりこう伸ばした状態で、はい、ストレッチかけてカールできる重さぐらいの方がいいかなと思いますね。はい、とにかくこれ痛い、言いたいんで、これもやっぱり痛みに負ける、はい、でフォームが崩れる種目の2投の中では代表なんで、はいはい、そこをしっかり痛いけど向き変えない重さしっかりストレッチかけるっていうのは大事ですね。はいはい、これ2投の中でこう入れるタイミングっていうのはどういう感じですか。結構そうですね、1種目目に入れても全然強度高い種目なんでいいんですけど、はい、僕はまあ2種目目に入れてますね、はい、普通の、ミッドレンジ種目っていってこうパワーが一番出しやすい種目ですね。はい、まあ、どうしてもやっぱこれってストレッチ感じて の、 はい、動作なんで、はい、まあ、パワーとしてはやっぱりフルでは出せないので、はい、まあスタンディングの僕はダンベルカールやってから2種目目にやってますけど、はい、まあ、でもやっぱり2投のトレーニングの中ではやっぱり入れたい種目ですね、うん、はい、ストレッチをさせるっていうところで、はいはい、これは二頭っていうその筋肉を鍛えるに対して、なんか見た目で何か変化出たりとかするありますか。どうなんですかね、僕二頭筋のトレーニング得意なんですけど、二頭も発達するんですけど、うん、あんまりこの例えば二頭筋ってこう、うん、こことこことかあるじゃないですか、はい、こっちとこっちとか、ね、はい、あんまり僕そういう使い分けしないですね基本はね。パワーをしっかり出す種目、はい、それからストレッチさせる種目、収縮させる種目っていう、はい、まあ、この3つだけ押さえておけば、はい、あんまり難しいことを考えなくてもいいかなと思いますね。本当にこうここだけ効かすとかここだけ効かすとかってできないじゃないですか、はい、こんな筋肉って、はい、1枚刃で基本的に動いてくるんで、はいはいはい、なのである程度のその種目に対しての手の向きとか、はい、まあ、例えばハンマーカールだったらこうじゃないですか、はい、移動のにしっかりストレッチかけるならこの向きで手が、はい、手のひらが前を向いた状態っていうのを意識してやってもらえればいいかなと思いますね。はい、やっぱり二頭筋が大きくならない時の特徴っていうのは、なんていうかな、収縮感をとにかく常に求めちゃうことで、はい、パワー系の種目、ストレッチ系の種目があんまり入ってない方が多いですよね。うん、なんで何かと収縮収縮、これでも例えばこう最初にやりましたけど、こうこっちじゃなくて、はい、こっちのこの収縮感だけ出しちゃってると、はいはい、だったらマシンの方がいいですよね。はい、やっぱりフェードやのここの収縮ってあんまり負荷が乗ってない状態なので、はい、ね、あんまり向いてないかなと、はい、無駄ではないんですよね、こうやってやっても、はい、ただやっぱりベストではないかなと思うんで、はい、その辺気をつけてもらうと、はい、二頭もやっぱりちっちゃい筋肉ですけどガンガンパワーを出して、はい、種目を入れたい、はい、ですね、はい、はい、ということです、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、はい。